多分トラックを止めるんだろうけど、おまだ監獄にいるのか。尋問いけない。追跡が切れないんだよね。じゃあお先に武器の方に行っちゃおう。あごめん、反乱か。バイクに乗って数秒で引いてしまった。かわいそう。バイクに乗るもんじゃないな、車に乗ろう。カルテルだ、ここ。なんだ？あ？謎の銃声が。お、なんだなんだなんだ。お前、お前、お前、ヘリから撃ち上がったの。いやちょっとリチクルついて感動した。まあ普段どうするの。バグかと思ったわ。撃殺の効率化を考えたビグボイシ。オラオラオラ。地上は地獄だぞ。行って出てて。空中超楽しい。早く倒して空中から撃ってんだら。痛い。撃て撃て撃て。ちょっと当たってんだかよくわかんねえなこれ。ちゃんと狙わないとね、当たんないよ。レティクルがついたとしても。あ、いたいたいた。お前顔ちょっと出しとか卑怯な。殴ってやる。あ、締めてやる。早く撃て。ちょっと待って、当たんね。いや当たった。圧倒的有利なはずなのに。なんかフラグ飛んでるけど。あ、いたいたいた。オッケー、降りてこい。よし。いやヘリ。これはここだわ。あ、かな、そっちかい。よし、よし、これでこの地域は OK。 全部取った。ではヘリを襲撃に、ヘリじゃない、トラックを襲撃に。トラック行きます。サンマテオ中の死体を回収してエル・ポゾレロという人物に届けているトラックがあるそうよ。死のトラックなんて呼ばれてる。トラックを止めて運転手にエル・ポゾレロの居場所を吐かせて。はあ、機銃ついてるじゃん、このヘリコプター。最高。任せろ、俺が操縦する。これで止めろ言うわけですな。おっしゃ。ああ、でも殺してはいけないから止めないとな。あらま。さて、すごいな、こんなの見たのは中東以来だ。その袋に有刺鉄線に監視所。止めるって言ったってな。うん、カルテルどもはスナイパーや IED から逃げることになると思ってなかったろうな。因果応報だ。え、なんで降りた。え、っていうか今降りるというか、なんかトラックからスルッと抜けたように見えたんだけど。うん、俺もそう見えた。え、ならちょっと待って、尋問に。もう普通にいるじゃん。大丈夫これ、前線的バグじゃないよねこれ。あ、次何の身だろうに。動くな。はい、武器は持ってないぞ。なんで君トラックから降りたの。さてさて、エルポゾレロか。おいおい、あんな悪魔と一緒にするなよ。トラックは運転してるけどそれだけだ。奴の名前と居場所は。名前はラウル、ラウル・ムリオ。本当に奴と会いたいのか。俺は奴の居場所を教えろと言ったんだ。何度も言わせるな。分かったよ、教えりゃいいんだろ。でも言ったらきっと後悔するぞ。おい、地雷を設置するぞ。ボーマ、ノマド。運転士からエル・ポゾレロの本名を聞き出した。ラウール・ムリオ、居場所も判明した。よし、ムリオの名前で身元を調べて、何か分かればそっちに送るわ。おかしなことにカルテルの連中、病のようにエル・
ゾレロを避けて。彼の噂を聞かないのはそれかしら。今回は不確定要素が多い。目標は生かしたまま確保して。でないと行方不明者がどうなったかわからないわ。オッケー。では、ファイルが送られてきた。あ、ファイル来た。エルポゾレロの身元が特定できたみたいだ。ちょっと映像が来たから見てみるわ。嫌な予感がする。何が待ち受けてるのかわからない。小さい頃、線路の近くに住んでたわ。列車が通るたび母のベッドに潜り込んでた。そのたびに怪物なんていないから大丈夫と言ってくれた。あれは大嘘だった。エルポゾレロ、別名シチューメーカー。痕跡を一切残さずに死体を消し去りたいとき、カルテルは死体をサンマテオに送る。はじめにエルポゾレロは遺体をドラム缶に入れて。映像が行方不明。映像どこ行った？どうした？映像まだ途中だったんだけど。あった。ま、映像の途中で死んだらそうなっちゃう気。うん、もちろん切れる。当たり前でしょ。いや。ちょっともう一回見るわ。うん。初めにエルポゾレロは遺体をドラム缶に入れて、火星ソーダ、つまり水酸化ナトリウムで満たす。そしてドラムを覆い、時々かき混ぜる。丸一日経てばドロッとした溶液が残ってる。シチューみたいなね。溶液は掘った穴に注がれ、残った歯や骨は粉々に砕かれる。去年サンマテオでは300人以上が行方不明になった。被害者の家族はその生死もわからない。埋葬もできない。諦めもつかない。被害者たちの末路を知っているのは彼らを溶かした怪物エルポゾレロただ一人。おお、ここに死体が送られて、ドラム缶に詰められて、ソーダにつけられて、跡形もなく消されるという地域だそうです。ストーリーミッション、エルポゾレロの居場所が分かった。ストーリーミッション、捕まえて私のところへ連れてきて。聞きたいことがたくさんある。このヘリで突っ込んでもいいところだけど、さっきこんな白い煙なんて出てたっけ。うん、いや加湿器の機能。加湿器いや加湿放出してるけど。いや、この乾燥した大地を。いや、乾燥してないでしょ、ここは。まだそんな。だって、湖あるんだぜ。あ、当たった、当たった。あ、やばい、加湿器が黒くなった。ちょっとさ、内部にさ、パラシュートを可能な限り、コードギリギリで開いて、潜入するってやってみたいな。ちょっとドローンで見てみよう。クソ電波、クソ電波。オッケー、じゃあ内部に潜入しよう。で、うん、二手に分かれて EMP とか破壊してバレたらさようなら。はい、とも、うすぐカルテルの拠点だ。ホゾレロを探す。なんか匂うな。本当だ。照準がついてる。オッケー。おお。エルポゾレロを確認した。あ、いた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 。あ、いいとこ降りたんじゃね？こいつ。もう上からめっちゃ撃てるぞこれ。いや、生け捕りだからダメ撃ったら。あ、そういう。そういう。いや、ちょっと待って。これパリンして降りれないのかなこれ。いや、待って。下から行った方が、そこ逃げられたら困っちゃうから。あ、いけるわ、入れるわ。おう、いた。はい、こんにちは。おい、手を挙げるんだ。ああ、こんにちは。いつもの人たちより背が高いね。ああ、こんにちは。あ、こんにちはって、なんだこいつは。ここ絶対あれですよ、死体
をこれでドラム缶に詰めてソーダでつけて、もうあるもんあるもんだってあるもん詰まってる、いやーやだはい、まあとりあえず回収しちゃおうね。なんかこいつ生かしておく的なイメージないけど、どうすんだろう、連れてって、うん、お乗りなさい。そっちなんかある？ん？あれ情報。いや死体しかないじゃん。ママママ俺は大丈夫だよ。発砲下がり。このミッション懐かしい。お願いだからお母さんに嘘をつかないでおくれ。ママでも分かるだろう、もう昔の俺じゃないんだ。なるべく考えないようにはしてるんだ。でもあいつらがこの国を滅ぼすのに。お泊まりになるならクマちゃん持ってかないと。テディベアみたいな。あなたは与えられる。勘違いしないでよ、別に暗いのが怖いんじゃない。でもデピートに浮気したと思われちゃう。前もニディアから青いキリンをもらった時、デピートがひどいこと言ったんだ。お仕置きが必要だった。キリンじゃなくてデピートに。こいつバカにしてんのか。いやこいつ本気だ。中身の成長が止まってる。アメリカの人ってみんな口が悪いの。今週アメリカ人も洗い流す。まだ届いてないけど、まあ言葉遣いなんて全然気にしないよ。そんなことで人を判断したりしない。洗い流すって死体を樽に入れて火星ソーダで溶かすこと。うん、さあ銃を持った人たちにはこう呼ばれてる。エルポゾレロとかシチューメーカーとか。シチューなんて食べないんだけどね。なのにシチューを作る係か、ご苦労様。埋めることもあるよ。どうしてそんな目で見るの。僕が殺すわけじゃない。そんなことしたらペピートに怒られちゃう。どうしてだ。もちろん僕の仕事じゃないからさ。ねえペピートを取りに戻ったらダメかな。無理だ、心配するな。代わりに俺たちから謝っといてやる。ありがとう。置いていかれたことは拗ねるだろうけど、まあそれが無理だって言うんだったら諦めるよ。喋り方がすげーうぜ僕だよみたいな。しゃもうテープと同時に喋っちゃうから会話がうまく入ってこなかったしインタラクト。ボーマン何すっかな。気になる。イニゴ・モラレス、地方裁判官。仕事帰りに姿を消した。オクタビオ・ロドリゲス、学生活動家。地元のバーの外で武装集団に拉致されいなくなった。ミラベル・カストロ、学校教師。サンタクルスにあるユニダット検問所で消えた。この子覚えてる。肌がツルツルで天使みたいだった。そんなのが今年だけであと1000人もいるのよ、このクズ。その一人一人すべてに愛する人を失って悲しむ家族がいる。でもみんなもう死んでたよ。精神年齢は子供並みだな。よく分かってないらしい。記憶力も悪かったらただじゃおかない。あんたがあのドラム缶に突っ込んだ人たちの名前を全部教えて。時間はいくらでもある。分かった。うん分かった。終わったら帰れるんでしょ。仕事が残ってるんだ。情報を聞き出せるように見えないんだけど、うんうん。バカなやつも気味の悪いやつも平気だが、セットで来るとさすがにきつい。バカとは少し違う。精神の発達が遅れて、意思がどういうことか分かっていない。脳みそが空なのか。うまくつながってない。あ、映像が来た。そうだ、うちの子がアリ燃やして遊ぶのをやめさせよう。エルムロの手勢は少なく装備も劣っていた。必要な時に軍隊がなかったらどうするか。買えばいい。軍人も商売女と同じでそれぞれに値札がついている。末には消せ。正しい選択だ。私もそうしただろう。だが奴は忘れていた。恐怖が金よりも強力だということ。
はい。はい。ん？その武器は？イベント武器、イベントでここの地域の武器。どんな武器？ SMG。あ、普通の、なんか武器もいかれてんのかなと思ったら武器は普通なの。リチクルを変えれるよ。さて、あと反動がやばい。あ、やっぱダメな武器かもしれない。発達障害がある武器かもしれない。本当そのまんま反動が。うん。じゃあこのサンマテオクリアでメディアルナなんだけどさ、うん、ボスが不在かもしれない。だけど武器ケースとパーツケースがあるから回収には行こう。うん、副官をまず回収、副官回収じゃないや、副官からまず情報しっかり捕まってろ、引き出すぞ。もうちょっと遠い、乗れ、車で行くの。まあまあまあ